どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ヒルザレットです。今回は弓使いから見た草屋温泉の攻略方法となります。新マップの草屋温泉来ましたね。テイストのマップということで、かなり期待してたマップです。雰囲気もいいマップですが、いざ散歩してみるとマップの狭さにびっくりしました。そこで今回はちょっと狭めのマップ、草屋温泉を弓視点でまとめていきます。ポジション別の活用方法から攻めのポイントなど、実践で感じたことをまとめていきますので、参考になれば嬉しいです。また前回同様、ミラーマッチを想定しての話となります。動画を見てチャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。それではマップの特徴を見ていきましょう。草屋温泉に関しては、一言で言えば狭いマップというところでしょうか。高低差はありますが、中央の開けた感じなどを見ると意外と狭く感じます。展開が早くなりそうなマップです。細かい特徴としては、中央がとにかく広いという点ですね。しかも横の箱部分とは高低差はそこまでないので、動きやすいように感じます。しかも高台から死角になりやすいので、隠密もしやすいというのが一つですね。広さの割に中央は見やすいけど、サイドは見づらいという印象でした。また高台から死角になりやすいので、ブラスターやボムなどで邪魔がしやすいのが特徴です。高台のアンチが維持が難しいところですね。マップの広さや高低差が思ったよりもないので、キル性能が求められるマップな気がします。そのマップの特徴のせいか、押し込まれると逆転が難しい展開になることが多く感じました。正直ある程度キルが取れないとかなり厳しいマップというふうに思います。最初は自陣右側のポジションから見ていきたいと思います。マップ全体を通して唯一の侵入箇所となっています。敵が侵入するときに必ず通る場所になりますが、隠れやすい場所が多いため、意外と侵入されると厄介なマップ構成になっています。その中でも邪魔になりがちなのがスポンジですね。カードが取れなくなるので攻撃がしづらくなります。また右側の高台も壁があるので、ここに入られると撃退が難しいように感じます。弓だとポジション的に当てづらいですね。思ったよりも防衛には不向きな場所だと思いますが、侵入箇所ということもあり、守りきるのは大事な場所になります。このマップ一箇所にいるのは不利になりやすいので、左高台と組み合わせるのが大事になりそうです。ただ強みもあります。入り口付近から敵高台に攻撃が届くという点です。照射艇武器がこちらを見ていないようであれば、横から攻撃ができるので、活用次第では攻撃に転じれるポジションになります。でも死角が多い場所なので注意は必要です。続いては自陣左側の高台についてです。照射艇などはここが基本ポジションになるかと思います。ポジションとしては視界の確保がしやすいので、敵の動きが見やすいです。防衛と中央の攻め的なポジションになるかと思います。ですがキルしないと足元に来られるので、防衛に向いているかと言われると、キル力次第という感じがします。特に左の通路に入られると看板が邪魔で攻撃がしづらいという点もあります。ルールによっては右側もとても見づらくなりますね。これも看板の影響です。そう考えると結構大変なマップなんですよね。さらにスクスロやブラスターが来るとポジション維持がかなり難しくなります。結構邪魔されますね。武器編成によっては右側もうまく使っていかないと厳しいなというとこです。ただしこのポジションは敵陣入り口に攻撃が届きます。初動で相手を抑え込むことができます。初動次第ですが、味方が中央を取るチャンスも作れるので、攻撃する箇所は見極めたいところですね。最後に中央の使い方です。このマップは狭いことから、中央の確保はかなり重要かと思います。
理由としては右側の視界の悪さと左鷹の潜伏キル対策になるからです。先に紹介した2つは詰められるとかなり辛いですね。さらに中央を取ることができればポイズンやスペシャルを使う機会が増えます。特にポイズンは高台に投げるだけで有効です。敵の左側侵入口に投げるだけでもクリアリングができるので攻める時にもポイズンがかなり有効なんですよね。メガホンに関しては味方の侵入具合によって横から邪魔をできるのでかなり便利です。中央を維持できるだけでかなりいいんですよね。中央まで来ればだいたいメインも届くので強いです。ただし敵陣侵入寄りになっていると中央裏取りが来ますので常に高台と中央を視野に入れて戦う必要が出てきます。中央を取ることができれば有利に動けますが確保するまでがかなり大変です。弓としては味方が動きやすいようにキルを取りつつ敵の移動を制限しながら中央確保の貢献が重要かと思います。中央左側を押さえるように動くとヘイトも集めれるので味方も右側から動きやすくなります。右の侵入口を楽にするということですね。なるべく右に行かせない工夫をしていきましょう。それぞれのポジションについてまとまりましたので、それを押さえた上で3つのポイントをまとめていきたいと思います。正直このマップ狭いので臨機応変な対応がいるかと思います。1つ目は中央から敵陣への圧。草屋温泉に関しては中央を取ってからが勝負かと思ってます。それまでは均衡状態になりやすいですからね。相手の攻撃を邪魔するのであれば中央に出て圧をかけることが大事だと思います。前衛処理は正直マップが広く壁がないので味方頼りになりますが、後衛さえ押さえておけば味方が動きやすくなるからですね。中央が取れてからはメインとサブでしっかり圧をかけていきたいところです。2つ目は敵陣の左側を取る。マップの構造上右側は敵の後衛がいるため左側の確保が重要かと考えます。敵の攻撃も届きにくいですし、前衛の侵入口などで確保ができれば抑え込むことが可能になります。入ってしまえば直線的な通路なので置き打ちもしやすくなります。中央を取ったら敵の侵入口を抑えるように動いていきましょう。3つ目はポイズンを投げるです。3つ目はポイズンの活用ですね。ポイズンの活用としては敵の高台に対してです。自陣からだと射程的に敵陣に投げれないので中央を確保してからクリアリングを兼ねて投げておくといいかと思います。特に後衛がいる高台に投げるだけで動きづらくなります。投げれるかどうかが結構大事な気がしますね。以上3つのポイントでした。正直中央を取ってからが勝負なので、中央を取ってからいかに制圧の時間を伸ばすかが重要な気がします。はい、ということで今回はここまでとなります。弓使いから見た草屋温泉の攻略方法はいかがでしたでしょうか。草屋温泉に関しては正直好きなマップです。抑えと攻めが難しいマップですが攻略しがいのあるマップです。前衛が動きづらいマップでもあるので、しっかり味方のカバーを意識し敵後衛の邪魔をしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。